間こちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちらケロッグのフルーツグラノーラ脂質2分の1ホテルニューオータニグランシェフ監修を食べたいと思います。もうすっかりおなじみの時はケロッグの CR シリーズですね。しかしシニアルの場合は糖質の方が多いと思うのですが、脂質の方をカットして何か意味がないってわけではないですけど、まあそんなことで食べました。ホテルニューオータニ、なんか名前は聞いたことあるんですよね。なんか少し前に千葉県行った時にここ泊まろうかなって思ってたこともなんかあります。まあ結局別のホテルに泊まったわけですが、これが中身ですね。ではいつも通りまずはいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。確かに美味しいんですけど、ホテルのシェフ監修という割にはな部分もありますね。これはザクザクとした食感とフルーツの甘酸っぱさがきちんと感じられて美味しいシリアルでしたが、いやグラノーラでしたが、ホテルのシェフの監修だからでそこまで美味しいというわけではなかったですね。なんか飛び抜けてというわけではないので、あまりハードルを上げすぎるとちょっとガクッとなるかもしれません。逆にホテルのシェフに監修して高値になるということは、脂質をカットして美味しいグラノーラを作るのは難しいということなのでしょうかとも思います。まあ何にせよ朝食に食べる分には非常に良いと思いましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。はい、それでは桜舞うサラリーマンや通るので、サラリーマンを桜が出迎えているのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。